皆さん、おはようございます。24時間中14.4分、素敵な1%を共有しよう。新しい気づき発見チャレンジの場にしていこうという朝活は本日も始めさせていただきます。お話は斉藤誠でございます。リハビリテーション専門職の教育と支援、オンライン活用などをしつつ物語研究をしている作業療法士でございます。 学生さんのね、指導の中でまあやりがちなことなんだけど、ちゃんとそこにも本当は意味があってやってることだったはずだよねっていうようなことをですね、紹介できればと思い、準備しました。基地のレッスンというやつですね。ウィットに飛んだ対応とか、トンチとかね。まあそういったものですで。実際こうね、現場では突発的な出来事って結構きますよね。まあ、いくつか分けていってみたらですね、まあ、危険な事態。 ねえ、まあこれもよくありますよね。転倒であるとかご縁であるとかですね。とっさの究明が必要になるものですね。まあ、そうね、僕の、僕のエピソードはちょっと後ほど紹介しましょうかね。まあ先に、えー、予想外の質問なんかをされる。 ね、患者さんとやりとりしてるとね、えー、テレビの話とかしてきたりとかですね、まあ常用語と専門用語の違いとかでね、困ったこととかも結構ありました。学生時代に僕も困ったことですけどね、第二関節って言われてね、あれ第二関節って何だっけってね、まあ専門用語でガチガチに勉強していってたことでね、第二関節っていう言い方そういえばあったよな、いやでも第二子じゃないしな、みたいなさ。そんな感じでですね、えー、しどろもどろになってたらですね、 まあ、おっちゃんだったんですけど、なんだよ、第二関節も知らねえのかよ、お前大丈夫かよって言われてね、ややカチンと来たところもありましたけどね、うん、ええってなった記憶があります。まあ、そういうようにですね、予想外の質問とかっていうのも結構あるんですよね。まあ、実際そういう時って皆さん、どんな対応してますまあ、そういった話なんですね。で、まあ、実際その基地、 っていうものがね、うまく働かないタイミングってね、のね、体験からもそうですけど、基本的には慌ててしまってるから、うまくね、対応できないってところはあるんですよね。まあ、予想外想定外なこと。ね、突発的に、ね、何か別なことをしているときに、突発的にそういうことをされたりとか、投げかけられたりとかするんで、情報過多になっちゃうんですよね。まあ、そうなると、そもそも別なことをしようとしているわけですから、ダブルタスクですで。処理が追いつかなくなって、基本、基本というかね、まあ、見事にフリーズですよね。 えな、何その話みたいなね。ってなってしまうというようなね。まあそういったところがあるんですけど、まあこれをね、まあ問題としてそのままにしておくっていうのもまあ、まずいなというところがありますので、まあ、今回はね、その対応策というかですね、そういったものを考えてきました。というかですね、まあ基地のレッスンというものがね、えー、まあ有効なんじゃないのかなというところでですね、まあこの基地、 っていうところをですね、まあ、今回のテーマにも挙げている通りなんですけど、まずそもそも基地って一体何だっけっていうところでいけば、基本の、ねまあ、意味としたら、その場の対応力のことなんですよね。まあ、例えばですよ、まあ、なんか突発的なところがあったときにですね、まあそ、まずはその状況を判断して、でえー、まあ問題なのか課題なのかっていうところからですね問題の処理に当たる。 そして課題になっている部分があるんだったら、それは今じゃない場合が多いので、まず分類をしてしまう。そしてその人あるいはその場に応じた適切な対応を取っていこう。というようなですね、その場の対応力が試されるっていうのが基地なんですねで。まあ別なね、表現としてはね、トンチとかね、ウィットに飛んだとかね、ウィットとかっていう表現をする場合もありますね。でまあ具体的にね、どんなレッスンをしていったらいいのかなっていうところでですね、 まあ、一つ面白いのを見つけたのはですね。まあ、とあるエピソードがあるんですけど、まあ、まずはね、自分でやる方法とね、相手に向けてやる方法っていうのがあるんですよ。まあね、基本的にはまあ自分の、どうにかね、まあ、パワーアップさせたいところはあると思いますので、まあ自分の方から言ってみればですね。まあこれは、ね、そんな難しくないです。思考ゲームをしていったらいいんですね。で、あの、シュレディンガーの猫っていうのはね、 まあ、最近の方でしたら結構聞いたことあると思うんですよねの。トンチゲームのね、ドルードルとかね。これはあの、なんか落書きを見せて、その落書きから発想を広げていって、その落書きが何であるかっていうのをですね、面白おかしく解説しようっていうやつなんですね。あと、ちょっと前に流行った、ね、ウミガメのスープっていう本がありますね。これはね、あの結構おすすめです。 まあこれはね、自分でやっていくっていうところではね、まあ、もっとやりやすいのは誰かと会話することなんですけどね。まあ、患者さんと対話すること、ね、ここにまさるこう経験はないと思います、ね。人生の物語をね、伺っていくっていうのはね、非常にこう大切なことでもありますので、まあ、そういったことをしながらでね、こう地道にね、自分自身で培っていくしかないんですね。でもね、えー、ここで、 相手がいる場合っていうのはですね、もっともっとこう、いろんなことができるんですね。これを今日知ってしまった方は、誰かに対して適切に行っていけばですね、非常にこう、まあ、後々ね、感謝されることもあればですね、まああの、信頼関係ができないままやっていこうとすると、ちょっとね、えー、ただの嫌な先輩になってしまう可能性もあるんで、まあ、非常に難しいところはありますけど、おー ま、相手に対してはですね、究極の質問をしていく。ね、突発的にですね、究極の質問をするっていうのがですね、非常にいいんですね。まあ、これまでね、なんか意地悪ってわけじゃないんでしょうけど、まあ、学生さんにも後輩さんにもですね、まあ、結構こう質問っていう形でいろいろなんかしてるタイミングで何か投げかけるっていうことをね、していたと思うんですね。まあ、これって、ね、あのー、今のこう中間層の人たちっていうのかな、 僕たちの前の世代の人たちっていうのは、まあ、ドクターから学んだ世代なんですよね。そういうドクターから学んだ世代の人たちっていうのは、まあ、常にこうね、何、えー、て言うのかな、並行してダブルタスクどころじゃないくらいにですね、あの、タスクをたくさんたくさんこうね、えー、詰め込まれて、そのタスクをですね、全部こうこなしていかなきゃいけないっていうような状況を、まあ、作られながらですね、えー ま学ばれてきた現場の叩き上げ的なですね。まあ、そんなやり方で学んできた人たちが非常に多かったですね。まあ、そういったこともあって、えーまあ、それをされてで、その、なぜそれをされたのかっていうのをよくわからないままですね。えーまあ、その後の、に続く人たちに、えー、自分もやられたやり方だからっていう理由だけでやっていくのを繰り返しているうちにですね、まあ、今のその、<laughs> まあ今のっていうかちょっと前までのですね、臨床実習とか臨床教育の中でのなんかこうパワハラじみたですね、えー、質問攻めみたいな。そこだけ残っちゃったんですよね。まあ今回ね、その辺もちょっとね、えー、解説できたらとも思っています。14.4分過ぎたからまあ、じゃんちょっと行きましょうか <laughs>。えー、前回ね、ストーリーのね、えー、話題の時に紹介したんですけど、最近ね、聖少納言の枕草子の解説本を読み始めたんですよ。 そこでね、非常に面白いエピソードがあったんです。えー、なんとね、清少納言の新人時代の話です。えー、まあ、中宮帝子ね、中宮の帝子という方にね、えー、使えてたんですけども、清少納言はね、その人を、まあ、リスペクトしまくっててですね、まあ、その人からこうね、えーまあ、この紙に何かつれ連れのあるものでも書いてみなさいよっていうことでですね、うん、えー、まあ、一応こう、 何でしょう。えー、天皇陛下のお、まあ、奥さんにあたる方だったわけですからね。まあ、その人からまあそういった、ね、依頼を受けて、まあ、枕草子みたいなものが出来上がっていったっていうエピソードではあるんですけど、まあ、その清少納言がまだ、その中宮天使のもとにサロンに入ってきたばっかりのですね、えー、時の新人時代のエピソードです。なんとですね、えー 突然ですね、私のこと好きですかっていうふうにね、質問されちゃうわけですね。めっちゃ答えづらいですよね。まあ、これもちろんね、えー、先ほど言ったように、中宮天使は、えー、清少納言がこうね、自分のことを信頼して好きでいてくれるから分かってて、ちょっと意地悪な質問ではあったんですね。で、そこに対して清少納言がね、えー、もちろん大好きですよっていうふうに言ったタイミングで、まあ、誰かがね、必要以上に大きな、えー をを出しししてくしゃみをしたそうなんですね、まあ、当時はくしゃみっていうのは、まあ、悪いことの前触れというふうにで言われていたので、もう中宮停止はですね、そのタイミングで、まあ私に対して嘘ついたのねって言ってですね、おお、そういうふうに対応されちゃったわけですね。別に泣いたわけではないんですけど、もうそうなったら清少男王、これですよね。誰だよくしゃみしたのってね。なんでこのタイミングで,タイミングでするんだよ で、まあ、多分ね、えー、実際にあったことだとしたら、ね、清少納言をねたんだ誰かがね、えー、女の誰かがやったんでしょうけどね。まあ、それか、もう、そもそも、中宮亭主がね、えー、まあ、意図的に、まあ、女吾の誰かにくしゃみをこのタイミングでしなさいよと、ね、えー、指令を出してた可能性もありますけどね。まあ、そんなこんなでね、まあ、嘘をついたのねっていう形でもう、あなた下がりなさいよと。 言って、下がらせられちゃったわけですね。もう、低少納言、もう、くしゃみ、もう、くしゃみ一つで、もう、がっかりですよね。まあ、新人ですから、まあ、かなりテンパったと思います。で、まあね、えー、まあ、この当時のお話ですから、和歌が届くわけですね。亭主から手紙が届いて、まあ、その内容はね、あの、うん、気になる人は本読めばいいんで、まあ、ざっくり言えば、くしゃみが嘘でバレたわねっていうような、えー、お手紙だったんですね。 まあ、レッスンもね、この第一段階で、まあ、くしゃみされてね、ね、えー、まあ、まあ、嘘だったのねって言われたタイミングでウィットに飛んだ対応ができていればよかったんですけど、そうじゃなく、ね、しどろもどろになっちゃった、なっちゃった上に、さらにこう、くしゃみに対してで、恨みがましい感情になっていたもんだから、下がらせられちゃったわけですよね。で、そこで、まあ、聖章なもんはね、あ、まあ、がっかりだわって思って、 ね、あの、やれやれと思っていたところに手紙が届くんで追い打ちですよね。まあ、ここまで来たらもう亭主が完全にこう分かっててやってるわけですよね。で、まあその内容がね、くしゃみで嘘がバレバレだわねっていうような内容だったもんですから、まあ慌てて返事を書くわけなんですけど、ね、えー、もう、まあ和歌の内容はざっくり言ってしまえば私の心とくしゃみは関係ありませんよっていうような解消したわけですよ。 で、まあ、それをね、まあ、新人時代だったわけですから、和歌っていうのは、こう、変化の内容でね、いや返す歌の中身に、えー、最初にね、えー、送ってきてくれた人が使った言葉を使わなきゃいけないとか、いろんなルールがあるわけなんですけど、そのルール無視して、自分の思いつらみをね、まあ、あの、和歌にギュギュッと押し込めて、あっと、失礼。えー、ギュギュッと押し込めてですね、えー、返したもんだから、新人としての変化は、まあ、大失敗だったわけなんですね。 っていうようなエピソードがあるんですよ。ね。これもちろん先ほどからね、まあ僕がチラチラ言ってたように、で清少納言をね、こう、まだ新人なわけですから、成長のためにそれを、まあ、させようとしてたわけですね。つまり、とっさの時にどんなね、起点を聞かせられるのかっていうところを鍛えるために、まあこのようなことをしてたっていうんですね。すごいですよね。この当時ね、えー、っと、清少納言は行き遅れで 7, 8歳だったか9歳だったかだった,だったんですけど、ね、中宮定使はね、その時17歳だそうですよ、ねえー。立場が人を作るっていうのは、まさにこういうことなのかなとも思いますね。まあ、それはさておいても、おねまあ、ここで究極の質問っていうところになってくるわけですね。まあ、これかなり究極の質問をね、聖書南語されてたわけですよね。で、まあ、それっていうのはもちろんね、こう、中宮定使が 正少男王のことをちゃんと可愛がってて、ちゃんとこう育てていこうっていう意思があるからそういったことをしてたわけですね。まあもちろんね、その結果として、ね、え0、ー、千年経った今も、ね <laughs>、えー、まあ千年は大げさかあまあ、ね、えー、まあ今に残るようなですね、そんな方になったわけですけど、えー、まあそんなね、究極の質問のエピソードが残ってるくらいなわけですからね。じゃあ、っていうところです。 ね、えー。そうやって相手がいる中でどんな質問をするのがいいのかって話ですよね。えー、ついこう、ね、究極の質問っていうと、僕たちの世代だとね、あの、小学生時代に流行ったんですよね。まあ、こういう話。これね、あの、しちゃダメなやつです。で、えー、皆さん、新人さんいじめてんのってなるのは、みんなこういうね、こういう質問してるからなんですよ。 ねあこれやったら、そらね、みんな嫌われますわ。ねちゃんとそこに愛があるのかって話なわけですね。なので、ちゃんとこうね、信頼関係のもと、ちょっと答えづらい質問をしていくっていうのが鍵になってくるわけですね。まあ、なので、えー、これはまあ、どちらかといえばね、まあ、ちょっとした注意点というかですね、まあ、注意しときなさいよっていう、まあ、僕の老婆心のような話になってしまいました。 というようにですね、基地のレッスンっていうのをですね、まあ、やっていくことで、まあ、どうにかなるんじゃないのかなっていうのはですね、今回の提案なわけです。さあ、ということでですね、えー、今日すぐできること、もう少し紹介して終わりにしていきたいと思います、えー。今日すぐできることとしてはですね、もうこれ一番簡単で、えー、毎日の臨床でつながることです。患者さんとの対話、これ以上に素晴らしいものはないです。もちろんですね、ちょっとしたお題は出しておきます。 人生で最も困った質問されたことありますかね。これをぜひ、ね、患者さんにしてみてください。でも、その前にやることがあります。まずね、自分のエピソードを話しつつ、その流れで質問をするっていうことですね。ね、皆さんにとっての、こうね、人生で最も困った質問、これ一体何でしょうね まあ、あの、多少の作り話でもいいと思います。ね、脚色しててもいいと思いますけど、ちゃんとそれをね、腑に落とした形でできるといいですね。まあ、こういうことを言っちゃっている以上ですね。僕の場合、ね、えー、まあ、斎藤の場合ですけど、こんな質問をうちの奥さんによくされます。なんか面白いこと言って、OT でしょ。OT 関係ないわってね、たまに思いますけど、これね、毎日、 毎日言われます。たまにこのね、OT でしょっていうのがついてくるとで、うわーってね、なりますね。はい。未だにね、面白い話ができた試しはありません。はい。というようにですね、<laughs> 若干のおうちもついたかなっていうところでですね、まあ、今日はぜひですね、えー、患者さんとの対話の中でですね、この人生で最も困った質問されたことあるっていうようなことをですね、えー、してみてはいかがでしょうか。 もちろん、まず自分のエピソードを話して自己開示してからやってみるっていうのが大事になってきますのでね。まあ、そういったことを重ねるうちにですね、自分の中でデータベースが増えてきますので、まあ、あの、突発的な出来事とかですね、突発的なご質問をされた時にもですね、まあ、いわゆる基地に飛んだ対応ができるようになってくるんじゃないのかなと思いますので、まあ、自分自身を鍛えるっていうところでもですね、まあ、ぜひ試してみてください。ちなみに、先ほど紹介した え本が手元にあったので紹介します。ドルードル。そしてウミガメのスープ。まあ、こんな本ですね。まあ、気になるものもね、えー、先ほど紹介した中で、ね、気になるなっていう部分がありましたら、ぜひね、手に取ってみるといいんじゃないでしょうか。ということで、えー、本日もこれから臨床かと思います。えー、皆さんね、毎日いろいろな方と出会ってらっしゃると思いますのでね。 え、対話を重ね、え、その人の人生とね、少しでも、え、関わっていっていただけたらいいんじゃないかなと思っております。ということで皆さん今日も元気に頑張ってきてください。いってらっしゃい。